回のタイトルは、ビットコインが半減期前か後に10万ドル？トップアナリストが3つのシナリオを共有です。ぜひ最後までお付き合いください。ビットコインが15年の歴史の中で初めて7万ドルの水準を超えたことで、その調整下落の可能性を予測しようとする専門家が増えています。経験豊富なアナリスト兼トレーダーのミカエル・バンデポッテ氏は、最大の暗号通貨であるビットコインは史上最高値を更新する勢いを確立したと語ります。ビットコインはあと6週間で4回目の半減期を迎えようとしており、この資産は岐路に立たされている可能性があります。バンデポッテ氏は、中期的なビットコインのシナリオとして、半減期前、半減期後に10万ドルに達するか、アルトコインの夏に突入し、ビットコインは調整局面に入るかのいずれかを挙げています。調整が予想される場合、ビットコインは5万2000ドルと4万5000ドルを潜在的なサポート水準として強調しています。さらに弱気なシナリオとしては、3万ドル台半ば、あるいはそれ以下への一段の下落が挙げられます。1億500万ドルの BTC ショートロングの生産。バンデポッテ氏の支持者らは主に中期的なビットコインに熱狂しており、半減期前のビットコインの成長を予測しています。4回目のビットコイン半減期は4月18日に迎えると見られており、マイニング報酬はブロックあたり 3.125BTC に減少します。過去24時間でビットコインは一部の取引所で7万ドルまで急騰しましたが、その後6万6400ドルまで戻りました。そのため強気派と弱気派の両方がポジションを清算しました。コイングラスの統計によると、清算されたビットコイン先物の1億500万ドルのうち、弱気派は24時間で5600万ドルを負担することになります。最後までご視聴くださり誠にありがとうございます。当チャンネルでは仮想通貨に関するニュースをお届けしております。よろしければチャンネル登録・高評価をお願いいたします。